こんにちは、フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。フランスレンタカーの旅をお送りしています。今日はアビニョン、ショーベポン・ダルク洞窟、オランジュの3カ所の世界遺産を巡ります。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。励みになります。それではどうぞ。6月8日アルルの宿を出発します。家族的雰囲気で良かったです。難点は駐車場が近くにないことです。アビニョンに向かいますが、この橋前に通ったような、道に迷って昨日と同じ道を走っています。アビニョンの標識が出てきました。アビニョンに着きましたが、パーキングの標識に誘われ、こんなところに停めました。町の中心まで無料バスが出ています。青の矢印が駐車場で、そんなに遠くはありませんが、バスがないと誰も停めないかもしれません。城壁の横までバスで送ってくれます。アビニョンの歴史地区として世界遺産に登録されています。城壁の中の旧市街に入る前に行くところがあります。城壁に沿ってしばらく歩きます。サン・ベネセ橋が見えてきました。12世紀の完成当時は向こう岸まで続く橋であったが、ローヌ川の氾濫により現在の姿となりました。せっかくですので入場します。皇朝宮殿とセットで入場料 13.5 ユーロで、日本語のオーディオガイド付きです。まず橋に行ってみましょう。先端まで来ましたが、現在工事中です。そこから眺めるローヌ川でゆったりとした流れです。橋から見る旧市街方面です。手前に見えるのが橋を作った聖ベネゼを祀るサン・ニコラ礼拝堂です。橋のたもとにある展示室です。ここは同様アビニョンの橋の上での舞台となったところです。城壁の中に入り、皇朝宮殿に向かいます。皇朝宮殿に来ました。ヨーロッパ最大のゴシック宮殿というだけあって壮観です。壁の高さ50メーター、厚さ4メーターもあります。全体の面積は1万5000平方メートルと広い。14世紀初めに皇朝がローマからここアビニョンに移され、カトリック世界の中心として栄えた時期がありました。1309年から1377年の69年間、7人のフランス人が法王の座につきました。その後ローマとアビニョンのそれぞれの法王が並び立つ教会大分裂の時代を迎えます。アビニョンが正式にフランス領となったのはフランス革命後のことです。こちらのお兄さん、日本語喋れます。一回りして戻ってきました。そういえばうちの猫元気にしているでしょうか。お土産屋さんも人でいっぱいです。皇朝宮殿を出てノートルダムでドン大聖堂に向かいます。内部は改修中で見れません。大聖堂から見る皇朝広場です。フティ・パレ美術館です。教皇が一時的に住居としていた建物です。早足でしたが、これで城壁から出ます。城壁を出るとローヌ川にクルーズ船がいます。アルルでも見ました。この先どこに行くのでしょう。無料バスの運転手さん、来るときと同じ人です。というかこのバス1台だけのようです。ここ城壁の中です。
車でアビニョンの街を抜けようとしたのですが、どういうわけか城壁内にいます。次に向かうのが世界遺産ショーベ・ポン・ダルク洞窟です。地理的には今日の宿オランジュからかなり離れています。洞窟ですので、このような地形のところにあるのでしょうか。自然のアーチも美しい。ショーベ・ポン・ダルク洞窟に到着しました。この辺りの地図で山道をくねくね状態で走りました。山道を走ってきたので時間がかなり押してきています。洞窟内は写真撮影が禁止されているので、これでご容赦を。3万年前以上から描かれた動物壁画が見られるといいます。オランジュに急ぎます。オランジュの町に入る手前に凱旋門があります。世界遺産オランジュの凱旋門、ローマ劇場とその周辺です。紀元前、ローマ軍がオランジュを征服し植民地としていた頃の話です。宿に到着しました。市街地に歩いて行けて駐車場があってお得となるとこのホテルです。実は明日のホテルも同じチェーン店です。味気がなく確立された作りですが、それはしょうがありません。町にローマ劇場を見に行きます。ホテルから歩いてもそんなにかからず到着しました。町自体が小さいです。今までいろんなところでローマ劇場を見てきました。ここがすごいのは舞台の後方に巨大な装飾壁が残っていることです。高さは37メーターです。壁の中央にはローマ帝国初代皇帝アウグストゥスの大理石像が立っています。観客席背後はトンネルとなっています。今は各種展示がなされていますが、当時は幕間の休憩場所であったといいます。2000年前当時の想像図です。日本は弥生時代頃です。今日も大変な一日でしたが、スーパーで買い物して帰ります。セベンヌ国立公園からオランジュまでの位置関係です。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。明日はリヨンに向かいます。ご視聴ありがとうございました。